はい、B の方を10種類カットしました。でこの中心生地も2枚ずつカットしてます。そしたら並べていきたいなと思います。はい、こんな感じでオンザブライトサイドのこのパステルカラーのチェック、ボーダーにぴったりなのでこれを当てました。1メートルね、ちょっきりで収まりました。で、これね、ここの生地重なってるからもったいないから、もうギリギリでね、カットしていこうかなと思います。ハンドで繋いでたんですけど、ちょっともう無理だなと思ったんでミシンで押さえてます。表の生地を切らないように穴を開けて1センチのところを切っていきます。このぐらいの布が切り取れたので、またね、使いたいなと思います。二重にすると分厚いし、この生地がもったいないので、こういう風にしました。はい、ではね、こんな感じで綺麗にボーダーがつきました。ここはもうギリギリの方がいいかなと思うので、仕上げる時にここギリギリでいこうかなと思います。アップリケするなり、ヨーヨーキルトでね、何かすると可愛いかなと思います。こんな感じで、ピンクさんの生地二重にしました。ここが A セットでセット組んでます。ブログにも書きましたけれども、ピンクさんのね、生地すごいガーリーで可愛いんですけども、中心にね、モダをすることによって、ま、大人な感じと言ったら言い過ぎだから、大人可愛いという感じかな。こんな感じで完成です。この生地セットを作ってます。 A セットでこれを中心にして、この6枚、これ10枚入りで、 B セットをプラスしたら、あとね、周囲12枚つないだ、こんな感じで合計19枚できます。 A と B で20枚なので1つ余りますが、こういう感じで1メートルのタペストリーが完成します。周囲のこのね、ボーダーの生地もこれだけ切り取ってまだ使える状態で、1メートルあればこんな感じでタペストリーになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。